ワーナー・アントニオ・マドリーガルは、ドミニカ共和国、サンペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手。2020年現在は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・コットン・ファーマーズ所属。2001年7月21日に、アマチュア・フリーエージェントで、アナハイム・ウェンゼルスと契約を結ぶ。当時は、外野手だった。2005年は、A 級、シー,ーラピッツ・カーネルズでプレイし、 111試合に出場して打率247.15本類が53打点6盗塁の成績を残した2006年途中から投手に転向ルーキー級アリゾナリーグエンゼルスでプレーし12試合に登板して2勝1敗後セーブ防御率3.7513奪三振の成績を残した二千七年は A 級シーダーラピッツでプレーし 54試合に登板して5勝4敗20セーブ、防御率2.0775奪三振の成績を残した。10月29日に FA となった。2007年11月18日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだ。2008年は A 級フリスコラフライダーズで開幕を迎え、5月にトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスへ昇格。 17試合に登板して0勝0敗4セーブ、防御率3.9825奪三振の成績を残した。6月28日にメジャー初昇格を果たし、7月2日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。2009年はトリプル A 級とメジャーを行き来し、メジャーでは13試合の登板にとどまった。2010年3月4日にレンジャーズと1年契約を結んだ。 4月4日に15日間の故障者リスト入りし、右前腕手術を行った。4月8日に60日間の故障者リストに移動した。6月4日に A 級フリスコで復帰。8試合に登板し、6月24日にトリプル A 級オクラホマシティへ昇格した。トリプル A 級オクラホマシティでは27試合に登板して4勝2敗にセーブ。 防御率3.7333奪三振の成績を残した。11月6日に FA となった。2011年2月11日にヤンキースとマイナー契約を結んだ。AA 級トレントンサンダーで2試合当番した。2012年12月21日に自由契約となった。2012年12月21日に アリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕から参加のトリプル A 級りの a シズでプレーし、22試合に登板して1勝0敗、防御率2.7533奪三振の成績を残した。6月11日に自由契約となった。2013年6月14日に中日ドラゴンズと契約を結んだ。 契約の決め手の一つとして、エクトルルナの推薦があったという。31試合で2勝0敗13ホールド、防御率3.23の成績とまずまずの成績を残したが、マット・クラークと共に、球団から翌シーズンの契約を結ばないことが発表された。2014年1月23日に、ワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは、 参加の AA 級ハリスバーグセネターズとトリプ AA、A、級シラキュースチーフスでプレーしていたが8月7日に自由契約となった2015年は台湾プロ野球中華職業棒玉大連盟の統一セブンイレブンライオンズでプレー。2016年5月26日にメキシカンリーグのアグアスカリエンテスレールロードメント契約2017年から2019年にかけては レギュラーシーズンでの所属球団なく、オフにドミニカ共和国のウィンターリーグに参加。2020年2月5日にメキシカンリーグのラグナユニオンコットンファーマーズと契約。時速150キロメートル前後のストレートとスプリットが武器で、スライダーも投げる。クイックが非常に速く、東京スポーツによると1.1秒台のタイムを記録するという。ありがとうございます。